皆さんこんにちは、ビーレジェンド染田です。本日は大人気ですね、背中に鬼レモン風味ですね、ビーレジェンドの中で最もね酸っぱいフレーバーと言ってでも過言ではないフレーバーですね。本日はこちらのねレビューをやっていきたいと思います。背中に鬼レモン風味ですけれども、数量限定として販売された商品なんですけれども、ビーレジェンドの中で一番も酸っぱいって言っても過言じゃないね、尖ったねフレーバーなんですけれども、そのね酸っぱさがね非常にね大好評を呼びまして、これまでね何度かね再販させていただいてる大人気のねフレーバーとなります。まだね飲んだことがなくてどんな味がするのかっていう風に感じられてるお客様もおられるかと思いますんで、早速ね飲んでレビューしていきたいと思います。ビーレジェンドプロテイン 1kg 購入すると、こちらのね赤い袋に入ったねスプーンがついてきますんで、こちらにねすり切って1杯入れていきます。パウダーはね、いつも通りこんな感じですね。ちょっとサラサラしてるような感じがあります。香りはもう本当にレモン、昔ねお菓子で食べたラムネのねレモン味のやつ知ってますかね、あのヨーグルト味とレモン味があるんですけど、あれのねレモン味のねこれラムネみたいな、そんなね匂いがします。うん、非常に美味しそうですね。規定量としてはだいたいね 150ml から 300ml ぐらい水を入れてくださいって言ってるんですけど、染田おすすめはだいたい 200ml ぐらいで飲む飲み方です。こちらにこのスプーンでねすり切って1杯分ぐらいですね、これを入れていきます。よいしょ。泡立ちもね、ダマもね、もうほとんどありません。綺麗に溶けてますね。水に溶かすとね、よりレモンのね、酸っぱい感じが伝わってきます。それではね、早速飲みたいと思います。いただきます。うん。鬼酸っぱい。酸っぱいですけど、うまいですね、やっぱり。ものすごい酸っぱいんですけど、癖になる感じがありますよね。もうレモンを丸かじりしたような、突き抜ける酸味。そしてほのかにある甘み。こう絶妙な加減がね、背中に鬼レモン風味の人気たるゆえんだと思います。酸っぱいものね、好きな方におすすめのね、使い方なんですけど、背中に鬼レモン風味のパウダーを、無糖のね、味付けしてない脂肪ゼロのね、ヨーグルトがあると思うんですけど、それにね、混ぜて食べると本当に美味しいです。さっぱりとしてね美味しい、そしてねタンパク質をしっかり摂れる、減量中であったりダイエットしてるっていう方のね空腹時食べてもらうことでね、そういう空腹もね満たすことができるダイエット食になると思いますんでね、ぜひ一度お試しください。凍らしてアイスにしてもいいんじゃないかと思います。背中に鬼レモン風味の栄養成分表示ですけれども、1食 31g あたりエネルギーが 119.6kcal、 タンパク質が 20.4g、 脂質 1.6g、 炭水化物 6.9g、 食塩相当量 0.1g、 ビタミン C 43mg、 ビタミン B6 1.5mg、 そしてね背中に鬼レモン風味が他の商品と違う部分として、クエン酸含有量が1食あたりだいたい 3720mg 取れます。背中に鬼レモン風味 1kg、3200円となります。毎回ね販売からね数日でね完売してしまう大人気商品となります。こちらのね動画の商品概要欄の方に URL 貼り付けておきますんで、販売とね同時にお買い求めいただければと思います。ビーレジェンド史上鬼酸っぱいプロテイン、突き抜けた酸味がね特徴のフレーバーとなっております。さっぱりとしたプロテインが好きだというお客様に試していただきたい商品となっております。ぜひ一度ご賞味ください。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。さよなら。